はい、どうも皆さん、こんにちは、こんばんは、ミストです。今回はシャドーバースの方をやっていきたいと思います。でですね、今回は、はい、進化ロイヤルでネメシスと戦う場合ってことで、まあ、デッキはね、僕がよく使っている進化ロイヤル、最近椿を別のカードに変えようかなとちょっと思ってたりしているところ。じゃあ、敵のね、今回ネメシスなんですけど、あのネメシスって今種類あるのかな、ちょっとよくわかんないんですけど、あのゼルガネイアを10ターン目に直接召喚して、ラグナーウェイクのこれですね、ビズヤのファンファーレ能力を使った、OTK のデッキ、もしくは、アーチファクトをたくさん使って、アブソリュートモデストのこれかな、この進化時能力を生かして戦うデッキ、あとはこれは多分どのデッキにも入ってるのかな、ちょっと分かんないんですけども、たまにこのカオスルーラーさんが入ったデッキも見ますね。まあ AF 軸だろうと、ラグナーウェイクとゼルガネイアで狙う OTK 型だろうと、進化ロイヤルは戦うこと戦い方一緒です。はい、もちろんペインレスサムライはなかなか強いカードになるんですけども、やっぱりね、影光くんなどで最初から進化を稼いでいくことが大事になります。でやっぱりこっちも10ターン目まで耐えてゼルガネイアを猛虎で走らせるとか、あとアルエスカで手に入るターミナルエコンを走らせるとか、猛虎はやっぱり必須なので、やっぱ2枚入れてまして、あとはそうですね、どうだろう、相性的に微妙に有利かなって感じなんですよね、今のネメシスと戦うときは。だから手札がよっぽど事故らない限りは結構勝率高いんじゃないかな、進化ロイヤルとネメシスだと。ってことでリプレイの方でね、戦い方を見ていきたいと思います。今日も楽しくゲーム実況、プレイは大胆かつ慎重、プリーズサブスクライブランデブー、いい人チャンネル。はい、それではリプレイの方を見ていきます。ホワイトさんもちろんネメシス、リーシュナさんを当ててる方ですね。はい、これガチャで出すしかないですね。僕以外の世界はいらない、僕以外の世界はいらない、分身の術はいらないかなってことで返したところ、影光くんできました。1ターン目ホワイトさんが先行1ターン目なんですけど、もしフォロワーが出てこなかったら影光くん使うのも多少あり。今回は出てきたので影光くんは使いませんが、基本的にネメシス対面だと影光はね、1ターン目置かない方がいいかなっていうのは正直なところ、まあ、僕はたまに置きますけど、そのなんでかっていうと、2コストでミュニエってやつがいるんですよね。あいつがちょっと強いんですよ。あいつがいなければって感じなんですけど、あいつやっぱ今の環境、守護ビショップ対策にね、かなり強いやつなので入ってますね。ちなみにミュニエの名前間違えた、ミュニエの効果はそのミュニエ以外のバニールフォロワーの、こういった能力全てを失わせます。そして進化時何ですかこれ、アミュレットか、アミュレットを1枚破壊、違う、消滅か、ここ影光くんでさようならした後、ペインレス侍を進化で影光くんのね、スタッツ上げておきます。このストレイフォローイルガンノっていうのも、まあ強いっちゃ強いんですけど、まあ、正直消えちゃうからね。ホワイトさんここでね、アブソリュートモデストを進化して影光くんを除去、アーチファクトフォロワーの種類が1種類だけということで、ペインレス侍は生き残りました。さあ影光くんが進化で、現段階で進化数が3回ですね。はい、ここで分身の術を使ってさらに進化数を稼ぎます。でゲルト君、でここはゲルト君当たっておきます。ラストワード能力の指揮官カードをサーチっていうのが欲しかったからですね。今の環境的にね、どのリーダー相手にするときでもそうなんですけど、体力15で止めといた方がいいかもしれない。僕もこのデッキ入ってますけど、ゼルガネイアが本当に有能すぎるんですよね。ホワイトさんロボティックユーザーでパラダイムシフトを1枚手札に加え、エンハンスで使った攻撃型ゴーレム、これで2体フォロワー、2種類かアーチファクトが死んだので、さようならということになりました。ここはアルヤスカさんを使いました。シールドフォーメーションを使って兵士を出すことによりお得進化、アルヤスカをここで進化して使っているのは
ターミナルボーンのコストがマイナス6歳で2コストになるんですね。つまり、ゼルガネイヤを手札に引けなかった場合、手札に2枚引いてしまった場合かな、ターミナルウェポンで9ターン目にリーサルとかも取れたりするってことですね。ここはもちろん影光くんをバフしていきます。コントローラーが、これですね、ミュニエ。この能力が強い。影光くんは進化時のね、攻撃時の能力が消えました。で、このイルガンノも進化した時厄介でマイナスするんですよね。僕たちのフォロワー全てマイナス1、まあまあめんどくさい。おやつさん4コストでパラダイムシフト当たって、はい、影光くんが死んでしまったのはとこでした。ここでフェイランが直接召喚、7コストどうしようかなと思ったんですけど、ここドローを先にしたんですよね。堕落の決意でワンドローからのナハト、ナハト。これね、注意なんですけど、取ります。で、進化権温存するために進化権は使わず、ナハトナハトの進化時能力でこいつ除去するんですけど、左から順に、リーダー能力が発動した後、左から順にフォロワーの能力が発動していくので、フェイランの効果が発動してからナハトナハトの効果が発動、つまりバフが先に入ってからなので、1体ね、22のスティールナイトのままです。はい、ゼルガネイヤ、こう考えるとやっぱゼルガネイヤ強いから、体力さっき言ったみたいにね、15で温存しておくのがいいかなってところ。フェイランは生き残りました。ルースフェルさん来てくれたんですけども、キーカードであるあいつが来ていないってことで、あいつを呼び込みに行こうかってことで、エミリアをエンハンスで、ここはもちろんゲルト、ゲルトのラストワードを発動させないとね。ただこのデッキね、指揮官まあまあ多いから、持ってきにくいっていうのがちょっと弱点かな。一応盤面綺麗に取っておきながらのフェイランで相手の顔へ。まあここら辺はね、ゼルガネイヤのこととか考えてたから。お相手さんストレイフォロー、イルガンの体力が4以上なので、ボイドリアライズ、ボイドリアライズかな、からの運命の反逆、共鳴状態なので両方発動、強いよね。これで盤面をきれいに取りつつ、守護を並べつつ、顔面4点パッチ、これほんと強い。はい、引けませんでした。猛虎引けなかった。猛虎が引けてればターミナルウェポンでも勝ち、ルシフェルでも勝ちだったんですけど、引けなかったなら仕方がねえと。ターミナルウェポンを置いてエミリア、これでゲルトが引けたら、引けないのね、じゃあいいやってことで椿さんをポンを消しておきます。オネストシーフを置いてもよかったんですけど、手札があふれるのが嫌だったんですね。フィンレス侍は進化権使わないともったいないですし。はい、お相手さん先行だったのでゼルガネイヤが出てきました。この時点で何ですか、お相手さんがプレミしない限りあれされたら負け勝ちですね。負けか、僕の負けです。最初の言った何でしたっけ、ラグナーウェイク、あれが来たら無理ですが、おやつさんなかったようです。パラダイムシフト、ゼルガネイヤ殴る前に消えたんですけど、これおやつさん狙ったのかな、どうだったか。防御型ゴーレムを展開したことによりルチルが男進化可能。はい、一気にまずいって状態なんですけど、ここで引いたモーコさん、そして手札にはねタイラントオーダーを温存しておいたので、まあルシフェル進化でも一応ね除去できたりするんですけど、はい、タイラントオーダーで守護を動かします。守護以外の3体を選択することにより他の2体がさようならで、もうここで走らせて勝ちです。ここ調子に乗ってターンエンドとかすると自分のターン中なので、ゼルガネイの効果で自殺します。はい、いかがでしたでしょうか。ナハトナハトに関してはですね、どの対面でもタイラントオーダーはかなり強いカードなので、まあ本当は6ターンエンハンス6で使うのがいいんですけど、最悪4コストで使ってもファンファーレでタイラントオーダー加えるのでいいかなと思います。エンハンス6じゃないとタイラントオーダーを加えないだったら確かにしょっぱいですけど、4コストでも加えてくれるんで、あと相手の場にアミュレットが必ずあるっていうか、まあ、それこそナテラの体重とかがある環境だと、環境というかデッキだと、ナテラの体重も選択できるので、
番目にナテラの体重とフォロワーが4体って感じだったら、フォロワーを2体破壊することができるのでね、フォロワーしかタイラントオーダーを選択できないわけじゃないので、ただ破壊できるのはフォロワーだけですね。1回間違えてアミュレットも破壊できるって感じで使ったことがあるので、それだけは気をつけて。であとは猛攻を引くために、ゲルトでサーチするのがいいんですけど、指揮官が、ナハトナハトアルヤスかエミリア猛攻なので、そんな中猛攻は2枚だけなんですよ。3と6でしょ、でエミリアで6、7、8、10分の2、5分の1でしか引いてこれないので、手札に指揮官がいなければ。だからちょっとそこら辺考えるんだったらナハトナハトを変えるかとかも思ったりするんですけど、やっぱりエンハンス力が強いのでちょっと今のところこんな感じ。というわけで、相手がネメシスであった場合、お相手さんダグナウェイクのデッキだなって時は先行引かれてた場合、9ターン目、後攻9ターン目、盤面にフォロワー残したら負けです。はい、フォロワー相手の盤面きれいにしつつ、自分の盤面残さなければゼルガニアが当たる的がないので延命できたりするんですけど、まあ戦い方は難しいですね。やっぱ先行が強い環境でもあります。ただ先行有利な環境ではあるんですけども、ラミエルが後攻4ターン目進化できれば、PP ブーストによって後攻5ターン目にナハトナハトとかできたりするので、やっぱ今の環境ラミエルは必須かな。3枚、強いもんね。能力によって受けるダメージはゼロになりつつ、2コース22の守護、進化した時の能力がすごい強い、高校やばいってことなので、このデッキぜひ使ってみてはいかがでしょうか。一応今回の動画ネメシス対策でしたけども、今進化ロイヤル安定した強さがあります。ぜひお使いください。はい、どうもこんにちは、アキです。最後までご覧いただきありがとうございます。チャンネル登録はこちらのボタンで持って、こちらが再生リストかな。でここにおすすめの動画が来て、最後にここ最新の動画でございます。ということでね、皆さんハート送ってね。バイバイ。